全然慣れてじるんゃあで。大丈夫だよ。はい。慣れてるんだよとか言って、なんかかわいそうになってきちゃった。でも川瀬さん、これ優勝できなかったら、あれね、ヤンデレ ASMR してね、配信で。おもうマジで。何それ。川瀬さやんない。川瀬さんが奈良かのヤンデレ ASMR 聞いて寝てるらしいから、まあ、なるほどね。そう、寝て川瀬ない、さんにやってもらおうかなって思って。寝てない、寝てない、全然寝てない。寝てない重くない？なんか女装配信とかならまだ開けるけど、ヤンデレ ASMR ってさ、意味ないだろ、マジで。女装いいんだ。あ、じゃあ、奈良かのコスプレしてよ。あー、いや、そう、奈良かのヒラノと。いや、それさ、見てる方辛くない？いや、いけるって。いや、違う、見てる方辛くない？それ、どっちかっていうと、なんか、奈良かさんたちが見た時、気まずくない？それ。いや、全然奈良かコスプレ嬉しい。コスプレ嬉しい。いやだ。あー。そう、コスプレしてくれる人たち本当に嬉しいなって思うから、やっぱ川瀬さんが。いやそれはこう可愛いね、女の子がやってくれるからいいわけであって。いや、男だって別にやっちゃいけないなんてことないじゃん。そうだよ。可愛い顔してるね、川瀬くん。川瀬くん可愛いじゃん、やっとく。ねえ、怖いってこのチーム。このチーム怖いって。いや、なんだったら、そんなに大変なんだったら化粧は奈良かがしにってあげるよ。なんでだよ、なんでそこまで監修しに来るんだよ。監修なら、監修本人。2人まで、2人もいらんだろ、そんなに。いや、いるよ。そう。いらん。ひなのの方は、ひなのちゃんがちゃんとやって、奈良かの時は、で。ねえ。つらいって、あー、いる。はい。化粧関数なの面白すぎるし、マジで。あ、すごい、うん。なんならね、あの配信の声も当ててあげちゃう、全然。それも俺いらなくない？なんなら。それいらなくない？俺普通に。いや、コスプレした川瀬さんは必要でしょ。そうだ。俺どんな気持ちでそれを見ればいいの？俺。ゼロヒット。ナイスゼロヒット？え、めっちゃいる。